はい、皆さんこんにちは。今日はですね、僕が結構続けている音声ね、ポッドキャストをするためのプラットフォームをちょっと紹介したいなと思います。こちらアンカーというものでですね、ポッドキャストをね簡単に始められるというものです。実際にねこれはサインアップをしていただいて、管理画面の方にねちょっと入っていこうかなと思います。はい、これがね、管理画面になります。実際にこれを使って、録音で音声をね編集することも、可能で、こちらの方画面のね左側を見ていただくと録音、友達とレコーディング、ライブラリー、音声メッセージ、感想、サウンド、曲というものがあります。実際に録音するのは、どういったことをするかっていうと、もうこの録音ボタンをタップするだけです。でこちらの方に録音をすると、これ説明しているのは iPad Pro ですけど、 iPad の方でですね、もう簡単に収録ができます。もちろん iPhone でもね、簡単にできます。Android 系でもできると思いますけど、ちょっとね、UI がちょっと違うかなと思います。友達とレコーディングを押すと、アンカーに登録されている友達を選んで、その友達と話しながら録音ができるというものです。最大10名までということなんで、結構ワイワイとね、友達とレコーディングが楽しめるかなと思います。でこれが今までのライブラリですね。これ音声メッセージということで、音声でね、リスナーさんがポッドキャストをやっている主催している人たちにね、もう音声でねメッセージを送れるようになっています。感想、これはですね、簡単に言ってしまうと、ちょっとしたね CM を入れたりしたい時、とか、自分のねいつものこう何か宣伝を入れたりする時にこの感想を入れる、3秒とか、ね、5秒とかこれを入れて、CM を作ったり自分の、番組を紹介するっていうのをね番組の中に挟めることができます。サウンド、これは、何か効果音を入れることができます。チャイムとかね、いろんなもうモードがあるんで、これを選んで入れてもいいのかなと思います。まあ YouTube 的な使い方みたいな感じですね。サウンドです。インポートもできます。自分の好きなね音で、これは曲ですね。ただしね、これは Apple の Apple Music も入れることができるんですけど、再生されるのはアンカー上のみということになってますね。で実際に録音すると、今度 BGM というものも出てきます。ちょっとね試しに音、作成をボタンを押すと、試しにちょっと録音をしてみましょう。で赤いボタンを押す。これでもうレコーディング中になっています。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、iPad を使ってポッドキャストを流しております。はい、いつもの感じとねどのくらい違いますかね。あんまり変わらないようであればね、 iPad をね今後積極的に使っていってもいいかなと思っています。はい、という感じでこれで、バツをストップ。で続いてバックグラウンドミュージックを、追加
そうすると、いろんなものがあって、僕の場合はカスタムで、ね、インポートしてバックグラウンドミュージックを入れたりしています。これをね、選んでもらってどれがいいかね、聞くことだけもできますんで、入れるときはプラスボタンを押すという形になると、これは、もうすでにバックグラウンドミュージックが入った状態で保存されている。で、オーディオのプレビューも聞けると。で、これを保存します。そうすると、この今録音したエピソードをここにね、入れる。これでレコーディングを追加にするという形で、公開するかまだしないか。で、こういう形でですね、テストというものが今の保存、アーカイブさ、保存されている、下書き保存されていることですね。で、パブリッシュを押すと公開という形になります。で、これが実際に、一連のね、録音をするものです。で、この下のプロフィールというところを押していただくと、これがね、ちょっと分かりづらいんで説明しますね。エピソードっていうのは録音したものですね。エピソードっていうのはね、今まで録音したものとか、これから、公開していくものなどをね、言います。で、こちらのですね、ポッドキャストの設定とアカウント設定っていうのがちょっと紛らわしいんですよね。アカウント設定は、パーソナリティのことを言います。パーソナリティのことを言うんで、自分自身ですね、私の名前、メールアドレス、カスタム URL はね、もうこれ早いもん勝ちなので、なるべく早く登録してね、カスタム URL を作ってみるといいかなと。あと、ウェブサイトの方の質問、URL も入れることができますということですね。で、ポッドキャストの設定っていうのは、この番組の設定です。なので、ポッドキャストネーム、ポッドキャストの説明、あとカテゴリー、ランゲージ、オプションということでね、カバーアートのアンカーロゴ。僕の場合、この左上のところにある電球のマーク、これがね、ロゴです。エピソードでのアンカーのロールとポストロール、これちょっとわかんない、申し訳ないです。で、カバーアートのサイズはですね、これ将来的にはですね、アップルのポッドキャストの方に配信をする場合に、このアートカバー、カバーアートは5000ピクセルの5000ピクセルで作った方がいいですね。これでね、ポッドキャストの説明は終わり、設定が終わりですね。これはポッドキャストの配信先、この一番上のアンカーのところにアップをすると、まあ、パブリッシュ公開していくと、この下のね、利用可能な、僕の場合は今11個使えるということになっています。